はいどうも、沖縄の鈴木です。ポケモン X、今日もやっています。さて、昨日の続きなんだけど、実際にはこの草むらでちょっとポケモン集めやりました。で、ちょっと先にね、この彼女たちの姿が見えたんで、まあ、その草むらから先には行かなかったんだけど、行きます、今日は行きます。さて、ポケモンの捕まえ方を教えて知ってるし、捕まえちゃったしはい、まあいいや、行こう行こう。ホルビー、これ持ってます。本当にこの子10歳に見えないんだけどな。もうちょっと年上っぽく見える。まあいいや、そんなことばかり言ってないで、行くよ行くよ。と言っても捕まえるとこ見てるだけなんだけどね。さあ行こう行こう。あれ、モンスターボールを使った。よしよしよし、まあこれは捕まえるだろう。はい、というわけでモンスターボールの使い方わざわざ教えてくれてありがとう。いや、そんなにびっくりしなくても、そのポケモンで持ってるし。あ、モンスターボール昨日いっぱい買っちゃった。ねえ、行こう。モンスターボールだ。これで、もちろん捕まえることできます。ポケモンだったら、なるほど。頑張って体力減らして捕まえたよ。殺しちゃわないように注意しながら、捕まえた。まあ、行こう。さて、では、こちらの先、向かっていこうと思います。俺もそうする。今回は、図鑑 100% 目指すかどうかはまあ置いといて、ああ勝負か。あれ、この相手の顔どっかで見たことあるような、ないような、なんか他の漫画でこんな感じのキャラいなかったっけ。まあいや、さて、というわけで、えい、勝ったしレベル上がったし、 OK、 最高。白檀の森。お、一緒に行こう。俺あっちのもう一人の女の子の方がいいよ、一緒に行くならさ。あ、こっち行けない。うい、す、毒消し。向こうにもなんか誰かいるけど。あれ、ビードルは構えて、まあ、捕まえよう。OK。はい、ビトルゲット。みんなこっちにいるんだね。お？あ、ありがとう。あ、バトルか。よし。まあ、で、時間かかってるのはですね、ポケモン交代しつつ経験値稼いでおります。やはりこの段階では学習装置持ってないんで、できる限り全部のポケモン、バトルに参加させて経験値をもらうようにしてるんで、ちょっとバトルに時間かかってるんですけど、まあそこはご容赦ください。さて、じゃあそろそろいいかな。よし、さあ行こう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 。こっちは何があるのかな。まあ、特に何も。あ、またあれ、これも持ってなかったような気がするけど、持ってないんだ。ああ、じゃあ、いや、この後、時間外に収録外で、ちょっとこの辺りのね、森のポケモンたちも集めてこよう。頑張れば。ケロマツ早く進化しないかな。さてと、あざす。こういう子も、あ、ピカチュウ、いいな。
おう。いいなぁ、ピカチュウ。ちっと俺も後でピカチュウ集めやろっかなぁ。あー、で、ピカチュウどのあたりに出るんだろう。まあ、とにかく、ピカチュウ、ゲットしたいっす。下で舐めるのはとりあえずいいや。覚えなくていい。はい。さあ、あなたのポケモン強くて痺れちゃったって。まあいい。はい。あれ？これさっきもいたよ、この子は。まあ、どん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 、交代しながら、経験近すぎやって、はい、レベル上げ。レベル上げ行くよ。ポケモンたちのレベル上げ。うん、それしながら、ややこまはどうする。ただもうちょっとだいぶこの森でバトルするにはレベル上がりすぎたかな。ねえ、ケロマスなんかもうレベル10いっちゃってるし、ちょっと強すぎるんじゃないでしょうか。どうだろう。まあまだまだいけそうだ。頑張ろう。さてすいません、風邪がまだ治りきっておりません。っていうか熱全然出てないから、喉がむっちゃくちゃねムズムズする。今年の風邪はやばいっす。水曜日はラジオの日だっていうのに大丈夫だろうか。喉飴途中のコンビニかなんかで買っていくかな。さて、モンスターボールゲット。ピカチュウこの森にいるんだか。さあ、もうとにかくどん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 やっつけて。はい、先行きます。確かこの先の町にはポケモンセンターあったはずなんで、この先の町まで行って、はい、そしてポケモンセンターでセーブしてからちょっとこの森に戻ってきてポケモン狩りやろうと思いますんで。学習装置はどこで手に入れたっけ。割と近くでゲットしたような気がするんだけどな。前やった時の記憶では、どこでゲットしたっけ。あ、次は白檀シティか。 OK。はい、3番道路、ウベル通り。みんなどうするのって。それをポケモン探ししなきゃならないし、こいつは本当にダンス好きだな。あ、ジムリーダーへの挑戦。これ忘れた。やんなきゃ。いつの間にそんなの書いたんだよ。いや、この子本当になんか、豆すぎるっていうか、お母さん？なんかお母さんキャラかな。さあ、行こう。この子なんだ。ああ。なるほどね。はい。まあ、ポケモンセンター行くよ。いや、もうバトルはいいんだよ。バトルはしばらくいいっす。けれど、やっぱり経験値上げしたいし。もういいよ、ケロマツでこのまんま。っていうか、こいつも持ってない。早く、いろいろゲットしたいな。さ、行こう行こう。エンジの優子。あ、ピチュー。ピチューもいいな、可愛くて。欲しいなぁ。まあ、とにかく、経験近すぎやりつつ、もうどんどん、街に、あ、中に追い抜かれた。さて、ようやく白檀シティ到着でございます。OK。
それで、あ、聞き慣れたこの音楽が、うん、もちろん元気にしてもらうす、うん、はい、まあこのまた踊ってるし、あ、はい、あっちにショップがあって、うん、ポケモン回復。えい、あざす。ポケモン元気になった。それから、こっちは何？合ってない。あれ？あれ？こっちの子にはどうやったら話しかけることができるんだ？それはこっち側だろ？こっち側の子。あれ？ああ、うん、ピカチュウ欲しいっすよ。着替える場所。ああ、そうだそうだ、こんな様子あったっけ。じゃあ適当になんかちょっと着替えてみるかな。と言っても持ってるのは、まあ服とか買ってないからこんなもんか。うん、このまんまか。もうちょい着替えできないかな。うん、帽子系はこれしかない。服は、着替えることができるわ。冬で寒いけど T シャツで、はい、寒いな。ズボンも変えられる。よし、これで、なんか本当に夏っぽい感じの服装。確か、洋服屋探して、もうちょい、冬っぽい服装になろう。寒いし。よし、というわけで着替えは冬だけどこんな格好になりました。うん、さて、こっちはこれでいいとして、うん、ショップでは何が売ってるんだ。うん、はいな、あ、さっきだ、このおっちゃんは、あ、はい、売ってるのはとりあえずモンスターボールと傷薬か。傷薬も持ってるし、毒消しとかないのかな。ちょっとこっちは、こういう道具系か。うん、まあとりあえず今回はこんなもんでいいかな。こっちは、はい、それであとはこっちね、パソコンチェック、98ですか。立ち上げた時の音。なんだ、持ってんだろ、俺ビードル2匹を。他のやつまだ捕まえてないのか。うん。もうちょっと森で頑張って捕まえてくれば。で、博士のパソコン。ああ、図鑑の評価。うん。14匹です。まあ、こんなもんです。はい。はい。うん。まあ、とりあえずこんなもんかな。というわけでですね、まあ、今回はこんなところで一旦終わります。ポケモン X、これからもやっていきますんで、応援よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。